チャンマンズ、レーベル。2014年10月2日、19時57分。僕はママジョンシャンのサイトへと、来まするとファミリーマートシャンの検証でありまする。ファミリーマート、ニコニコ超会議3、集めて嬉しいニコニコキャンペーン、でいただきまうた。ソニー、ウォークマンに装着を、させまひょうと、エレコム、ウォークマン、S、2012年モデル、シリコンケース、をポチる2でありました。そして、送られてきましたお品物がこちらなのでありまうて、お値段がお安くなっているのにもかかわらず、とても立派なお品物なのでありまする。傷や衝撃を和らげる、シリコンケース、付属品、液晶保護フィルム。そうです。僕はファミリーマートシャンからいただきまうた記念の、検証品でありまうから、とても大切に使いまひょうと、こちらのケースを購入したにでありまうた。付属品の液晶保護フィルムは、こちらとなりまする。包装箱の裏が説明書となっておりまうて、簡潔に記されておるでした。説明書によりますると、ウォークマンは、このように捨て出し入れを知るとのことで歌。僕はウォークマンを用意しますると、ビニール包装の封を開け、こちらのウォークマンにセットを、するにでう。と言いながら、キャロのような上目使いによりまうて、好印象を狙いますると、その顔面が岡本太郎ロシャンのようになってしまい、もう一度取り直しを行うにでありました。僕は大切なウォークマンの、画面に液晶保護フィルムを、貼りますると、上部につき、空気が入ってしまうです。保護フィルムは取り外してから、貼り直しができまするもよでうが、ウォークマンに傷がつかなければ、良いでひょうと、フィルム貼りの作業を終えるのでう。説明書にありまするように、ウォークマンは、このようにしてケースの中へと、入れまうて、最後は頭部を、かぶせまひょう。装着後はこのような感じとなりまする。各種差し込み口には蓋もありまして、ママジョンシャンのレビューによりまうと、この部分を切除して、使用を、している方もおられるようなのでありました。おーおー。検証品をいただきまうてから、初めて見まする画面なのでありました。こちらの商品でありまする。エレコムシャンのシリコンケースは、対応機種が NWS770 シリーズの模様となっておりまうが、僕がいただきまうた NWS784-78 シリーズでも、使用ができまするため、268円での、お買い物は、とてもお得感満載なのでありました。お住まい。